さあこの工事は何をしているかと言いますと、俺実はまだ内緒の、実はある設備が建設されております。これはですね、こちらでございます。こんにちは、どうもお世話になります。これはですね、なんとその名も S スタジオというスタジオでございます。改装をしております。現在これが出来上がると島谷さんの専用スタジオが完成するということで、現在スタジオを制作しております。このスタジオが今出来上がろうとしております。すごいですね。いよいよ島谷さんプライベートスタジオを持つことになりました、重大発表でございました、まだ工事中の現場にですね入ってですね、皆さんに、近況のご報告ということで、こんな感じで出来上がっておりますので、皆さんお楽しみにということでございます。今風にやられて S でございます。この S とは S 言わないよ言わないんですか。こちらスタジオの仙人ニンニンでございます。どうも、ありがとうございます。どうもありがとうございます。新しいニンニンがする、いいじゃないですか。はいはいはい、まだね家具はこれからで、説明が何もないんで説明してもらっていいですか。これ実はですね、このスタジオを私島田にしたみが買いました。で、内装工事がようやくもう昨日おとといぐらい 90% 終わり、早速音出しでございます。ちょっと急遽歌わなきゃいけないものがあったので来たんですが、使ったい S スタジオといいます。通称駒沢ミュージックファクトリー S なんですが、 S スタジオ島谷の S でございます。これ、はい、これミュージックファクトリーってことはあれですね、あのここも制作所になってるってことですね。そう、あの私あの SNS とかで島谷制作所ってよく書いてますけども、島谷ひとみはここで作られるという制作所でございます。あのちなみに前からこのスタジオ私よく利用してて、すごく歌いやすくて、でこう落ち着くし、なんかこのこじんまりとこの空間が大好きで、でニーニーとの相性も良くてですね、ただなんかご縁がありまして、私がこの管理者になることになりましてですね、まだまだこの池王子がですね、こういる雰囲気が似合うようにどんどんアメリカンにしていこうと思ってるんですけれども、これ島谷ひとみ専用のスタジオではなくレンタルスタジオでございます。なのでたくさんの方に使っていただけるスタジオなので、ね、今後は皆さんにいっぱいお貸しできるようになるかと思います。ってことはまた島谷ひとみは
ビジネスしちゃうわけですね、これ。やめてください、そういうんじゃなくてですね、いいご縁が重なっていい流れができまして、はい、はい、もう結構ただ一般に貸すってことは、はい、ビジネスですね。ね、私も毎日レコーディングがあるわけじゃないので。そうですよね、はい、でここ老舗のレコーディングスタジオで、昔からあるスタジオではあるので。それは老舗と書いて老舗老舗の方でございますね。了解でございます。なので、ね、今までここを気に入って使ってくださってた方も引き続き使ってくださいということできますし、ニンニンが今までやってきた人も続きますし、新規の方もこちらまでぜひこのスタジオをお使いください。どんどんこれからいろいろ居心地のいいスタジオになっていくかと思います。何でも録音できますので、ぜひ S スタジオよろしくというお知らせでした。大好きなお家に帰ろう。